ははいこんにちはパーカッションの高文です。今回はシングルストロークについて解説していきます。すべてのパーカッション、すべての打楽器において最も重要なテクニックっていうのがこのシングルストロークだと思うんですけれども、レッスンやってるとですね、このシングルに関するお悩みを持つ方が後を絶たないっていうかね、もうほぼ100%ですね。ほぼ皆さんこのシングルに関して、あこう右左が揃わないな、音粒が揃わないなだったり、速いシングルストローク、速い連打が叩けないなだったり、えー、フレーズフィルインの中でこう瞬発的にね、 早い、はい、シングル入れたいんだけどなかなかうまいこといかんというお悩みを持っている方が後を絶たないというところなのでおそらく動画をご覧の皆様もですねシングルに関するお悩み何か一つはお持ちなのではないかと思います、はいえー、そういったお悩みを、ね、解消するヒントになればいいなと思って今回の情報をシェアしたいと思いますで今回したい話は何かというとですねこのシングルストロークっていうのは実は大きく分けると3種類ありますっていう話なんですねはい で、早速なんですけども、三種類今から叩いてみたいと思いますので、ぜひ見比べてみてください。はい。じゃあ、いきます。まず一種類目叩きます。<music> はい、これが一種類目で、次が二種類目いきます。<music> はい、これが二種類目で、えー、三種類目は。<music> はい、これが三種類目でございます。はい、違いわかりましたでしょうか。えー、この三種類っていうのは、それぞれ使っている筋肉も。 違違いいまますすしそれぞれぞ、ね、練習のやり方方鍛え方も違いますなので普段自分がやっているシングルストロークがどのストロークタイプになるのかだったり実際の音楽の演奏の中で使うシングルストロークのタイプっていうのは臨機応変っていうかねシチュエーションによってその適材適所ありますのでちゃんとその適切なシングルストロークが叩けてるのかなあるいは普段の練習が適切な練習ができているのかなっていうのをぜひチェックしていただければと思います。 はいじゃあまず一つ目のシングルストローク解説していきます。これはですね、まあ最もスタンダードというか、ハンドパーカッションをやる人が、まあ最も自然にやるストロークではないかと思います。以前、シングルストロークが最強っていうね、シングルストロークを鍛えるためのワークアウトという動画を出しましたけれども、えー、そのシングルストロークです。主に、体の根元、肩甲骨からこの腕をこう回転させるように振っている。まあ、いわゆる、なんでやねんっていうね、 動きですこの腕の往復運動によってストロークしているというストロークになりますので、えー、これを鍛えたい、えー、整えたい早くしたいという場合は、まあ、以前出した動画を見ていただければいいんですけれどもまあ、主に素振りですねはい、えー、背中胸脇、えー、それからインナーマッスル全てでねこの腕を支えてこう安定して ストロークができる必要性がありますのでそれを最も高める練習、まあ、僕が思いつく限りいろいろやった中ではですね素振りが最も効果的でございますので何か時間を決めてね10分間素振りをするとか曲に合わせて素振りをするとかテンポに合わせて素振りをするというふうに鍛えてやることによってこのストロークをきれいに整えることができますと。 でこの1つ目のストロークに関してはもう過去の動画で散々解説をしておりますのであそんなの初めて知ったわという方は是非過去動画を遡って見てみてくださいはいで問題は2つ目です2つ目これねどう違うのかというところでございますでこれビギナーの方が見たらあ分かりましたとそれってつまりこう手首をバタ足するみたいにバタバタバタと早く動かしてるんですよねと 思う方いると思うんですよ。はい。でこれね要注意なんですけども違います。全く違います。これ強調したいんですけど全然違いますからね。はい。この動きではございません。これ手首は使いませんから。はい。えー、じゃあどうするのっていう話なんだけども実はねこういう動きなんですね。はい。これ手首が動いてるように見えると思うんですが手首は動かしてない。はい。どうやるかっていうとこの腕に対してねこの手のひらを カクンと傾けます、はい、こう硬直させてるとまっすぐピーンってなると思うんですけどもゆらゆらと楽にしていただいてシュッとねよっとこんにちはってねやっていただくとこのようなねちょっと斜め向く形になると思いますはいこの状態でこうちょっと自分を仰ぐような形で動かしてみてくださいはいこの動きになりますはいここで今手首使ってません手首使うとこうこうけないう動きねこうではなくてこう こうではなくてこう。はい。これね、重要だからね、もう何千回と言いたいところなんだけども、これ、区別してください、必ず。はい。要は何かというと、これでやっちゃうと、ここからね、何百何千発と叩くと、確実に手首を故障します。えー、手首使えなくなっちゃいますから、十分気をつけて、こうではなくてこうね。はい。えー、で、これはよく言ってるんですけども、ドアノブを回すとか、鍵を開け閉めするとか、瓶をね、 開ける閉める動きであります。まあ、こういう動き。まあ、要するに肘から先の前腕がこうよくね回っているような動きでありますと。でこの機構を使うと割とこう小回りが効くというか速いストロークができます。はい、でこれはまあ特にですね楽器で言うと革が薄い楽器、えー、レスポンスがいい楽器ですね。ダラブッカとかフレームドラムとかパンデイロとか。 割とこうす特にこう細かく早く、えー、やれるストロークになりますじゃあこのストロークはどういうふうに鍛えたらいいのっていう話なんですけれども、えー、簡単なやり方としてはですねまず親指をつけます画面でも机でもどこでもいいので、まあ、親指側をつけていただいて残りの4本指をはいこんな感じで動かしてみてください、はい、腕に対して指がねちょっと斜め向くようにしてください ますぐ向いちゃうとこう手首でやりたくなっちゃいますので自然にこう斜めにした状態で親指をつけてはいこういう運動を鍛えることによってこの前腕の機構を鍛えることができます。でこれをテンポに合わせてやったりまあできる限りね 自分史上最速でうわーってこう時々やってみたりすることによってこのコントロール能力だったりスピードを鍛えることができます反対の手でも同様にやって両手でやったりすることによってこれが最終的にねこういうシングルストロークになります今ここに空中に浮いた状態ですけども今動きとしては同じですこの動きがこのまま来てる なので、コンガとか、皮が厚い楽器だったり、鳴りづらい楽器ってあると思うんですけども、そういう楽器に対しては、このストロークだとね、ちょっとパワー不足というか、あまり大きな音で叩くことができないと思います。はい。なので、あくまで、この動き、すごく速くていいんですけれども、皮が薄い楽器だったり、レスポンスがいい楽器において、有効だということですね。はい。だから、コンガとか、 革が厚い楽器まあ大型楽器に関してはしっかりとこう最初の1個目のようにストロークする必要があるし皮が薄い楽器であればこのストロークで事足りますからえ使い分ける必要があるということですはい,はいではいよいよ3つ目のストロークです3つ目どんなだったかっていうとはいこんな感じですねいやそれ一つ目と同じじゃねえと思うかもしれませんはい実はね使い方全然違うんですね はい、どう違うかっていうとこの3つ目はねこう叩いてるねこの肘のあたりの動きに注目してみてほしいんだけどこうグワーンとこう広がっておりますねはいつまりこれ一振りに対して片手で4発叩く意識で今叩いたんですね1234 1234ではなくて12341234こういう感じはいこれっていうのは肩から肩甲骨からのこの腕の回転まあもっと言うとね体も若干こうひねる感覚になるんですけれどもこの1回の動きで複数回叩くまあつまりエコノミーストロークっていうかね効率的な叩き方になりますはい でこれはダブルストロークとかトリプルストローククワッドストロークもこれに当たりますし、えー、ヒールトゥーテクニックとかスプリットテクニック、えー、もこれに該当します、まあ、つまり1回の振りで2回以上叩くっていう、えー、効率的なやつっていう分類ですねじゃあそのストロークどうやって練習したらいいのよっていう話なんですけれどもこれはね結構難しいですはいそして時間かかりますからちょっとそんなにね 簡単には言えないというか簡単にはできないものだと思ってじっくり取り組んでいただきたいんだけれどもまずはねこの肩の関節および肩甲骨からのこの動きこの肩周りの動きが滑らかに動かないとできませんはいえー、なので、えー、僕の準備運動の動画を見ていただいたりまあいろいろね調べていただいてこの肩周りの流動性 なめらかさっていうのを鍛えた上でこの腕を回す感覚を養いますはい自分の腕がこうえー、ゴム人間っていうかねルフィのこのぐるぐるぐるってこうストロング砲みたいなちょっと間違ってたらすみませんなんだけどもえー、感じで螺旋のように動かすイメージでまあ日々 この体ののトレーニングをします、はい、でこの状態でこの腕を内から外に回す感覚ではい何か座面を用意して弾ませる、えー、3回もしくは4回音がしょぼくてもいいのでこれをこの1回の落下の振りに対して 4回なるようにうまいことねボールがバウンドするような感覚でこの腕を弾ませますはいでこの感覚ができたら、まあ、両手で行ってこれをずらすととなりますはいただこれはねじっくり 取り組んだ方がいい一朝一夕にはできないテクニックだと思いますのであなるほどこの動きっていうのはこの小手先ではなくて根元の方から振る、まあ、ドラマの方においてはですねモーラー奏法というと伝わる方いるかと思いますでさらに言うとジョジョメイヤーの「シークレットウェポンフォードラマーズ」っていう DVD で解説されている内容と同じですはい、まあ、スティックは使ってないんですけども動きとして道着ですね まあ要は体の根元からこう波を起こすようにエネルギーを伝播させてこのエネルギーでなるべくこうたくさん発音するというえやり方になります、はい。なので詳しく知りたい方はその DVD 見ていただくか、まあ、もしくはね僕に個人レッスンを申し込んでえ詳しく聞いていただければと思いますというところです。じゃあこのストロークができたら何かいいことあんのかというところなんだけどもやっぱね楽なんですよね。 一、はい、回一回叩くよりも圧倒的に効率がいい、まあ、つまりエコノミーストロークっていうことなんだけれどもフィルとかソロの中でこう瞬発的に、ね、うわーっていきたいシチュエーションってあると思うんですけども例えばはいこれ今タカ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 ららとこう一回のアクションで。 連打するようなストローク、まあ、つまりエコノミーでたたいたわけなんですけども、まあ、こんな感じでですねこう瞬発的にこうアクセルをグッと踏む、えー、みたいなのにすごく適しているストロークでございますので、まあ、フィルだったりソロだったり、えー、に使い勝手がいいというやつですねはいなのでこれはまあ本当にプラスアルファ的な、えー、テクニックとして押さえていただいて基本はさっきやった一つ目の肩からのストローク で2つ目の前腕のストロークそれぞれ必要に応じて鍛えて使っていただいてまあさらにその上で根元から振るエコノミーなストロークまあスプリットとかやってもいいんですけれどもえそういうね効率のいいストロークっていうのを押さえるといいんじゃないかなと思いますはいというわけで今回はシングルストローク大きく3種類ありますせというお話でしたなのでそれぞれねどういう違いがあるのかっていうことを理解して 今例えば自分が練習しているのであればこの練習は何のためにやってるのかとどのストロークを鍛えるどういう機構を鍛えるためにやってるんだろうっていうことを考えるとねより短時間で効率よく上達ができると思います、はいまあ、もっと細かい話をすればここから派生するね、えー、それ以外のストロークテクニックっていうのはもちろんありますけれども、まあ、今まで僕がやった中ではですねこの3つさえ押さえておけば、まあ、どんなジャンルでもどういうシチュエーションでも ほぼほぼ対応できるのではないかなと思いますはいので、えー、それぞれね練習していただいて必要に応じて音楽に合わせて使っていただければと思いますはい。こんな感じでこのチャンネルはパーカッション情報を毎日発信しています他にも動画がたくさんありますので概要欄再生リストからご覧になってください また、メンバーシップの制度を使って、このチャンネルのサポーター様を大募集しております。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同、ご支援いただける方いらっしゃいましたらですね、同じく概要欄見ていただいて、メンバーシップ入っていただけますと大変嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。また、毎週日曜日にはパーカッションのワークショップっていうのもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加していただければと思いますということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。